iPhone で動画編集をするメリットデメリットお伝えしていきたいと思います。こんにちは、ひまわりまさでございます。僕はですね、普段、α6500、ソニーの E マウントのミラーレス、α6500 で撮った動画を、ほぼ iPhone で編集してアップロードしています。ショートムービーも、こういった動画なんかも、すべて iPhone で編集しております。さあ、その中で、僕が iPhone で編集する中で、いい部分とちょっと悪い部分、これをねお話ししていきたいと思います。そうしますと、あなたの動画ライフ、これから動画編集をしてみたいとか、なかなか普段やってるんだけども動画編集がうまくいかないという方なんかは、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、 iPhone で動画編集をするいいところ言っていきたいと思います。まず1個目、どこでも編集はできます。はい、あなたがスマートフォンをいじっている普段の環境、これがすべて動画編集の場になります。はい、なので通勤中だとか、今ちょっと通勤仕事ね出れない方も多いと思いますけども、家でソファーでスマホをいじっている時とか、ベッドの中でスマホをいじっている時とか、トイレでスマホをいじっている時だとかっていうのが、すべてあなたの動画編集の環境になります。はい、そして初期投資がすごく低いです。はい、僕は今この動画を 4K で撮影しております。さあ、この 4K の動画、パソコンで編集する場合は、どうです?どのパソコンにします?めっちゃスペックが良くないと、なかなかこのね、4K っていうものは編集できません。僕が使っているノートパソコンでは、ほぼほぼ編集はできません。ノートパソコンの場合は、だいたいやっぱ MacBook Pro とかね、あの辺を使わないとなかなか編集ができないと思います。ただこの iPhone であれば皆さんもう持ってますよね。はい、なのでもう初期投資する必要がないんですよ。僕の場合は α6500 ミラーレスで撮った動画は SD カードに入っています。それを iPhone に移す、こういったカードリーダーと編集するアプリ、これが必要になってきます。ただこの SD カードリーダーも、僕純正を使ってるんですけども、だいたい3000円ぐらいですよね。はい、そしてルマフュージョンっていう動画編集アプリ、これもだいたい3000円ぐらい、1万円しないで初期投資ができます。はい、iMovie でもいいですよね、動画編集なんかね。そうしますと0円ですよ。はい、スマホで iPhone で撮影した場合、カードリーダーいらないですから0円という状態から始められるので、初期投資がすごく少ないです。 MacBook Pro を買おうとするとね、20万以上します。はい、そしてその流れでいきますと、次がサクサク編集ができます。4K でもほぼね問題なく、僕は iPhone 8 Plus を使っています。これでももう全然余裕でサクサク 4K が編集できます。これでね、まあね、普通に編集する分には十分でございます。だいたい今のがこの iPhone で編集する、まあいいところ、メリットですよね。はい、さあここから、まあ、デメリット、あまり良くないところをねお話ししていきたいと思います。はい、1つ目、 iPhone なんで画面が小さい。やっぱりね、この画面で編集、この大きさで編集するにはやっぱりもっと大きい画面がいいなと思う時があります。はい、なのでまあ iPad 欲しいなと思っています。 iPad Pro ね。はい、さあそしてもう1つ、2つ目はですね、コアな編集ができない。
今僕このルマフュージョンは SO で撮影したものにラットを当てたりとか、簡単な簡易的なカラーグレーディングっていうんですかね、あれはできます。ただノイズリアクションとか、もっとコアな、カラーグレーディングするときもいろんな細かい色合いとかガチなものはできないので、そこがねちょっとデメリットかなと思います。そして容量が少ない、このファイル、これを編集できるサイズがこの iPhone の容量だけですから、この iPhone の容量がなければ大きいデータはねなかなか入りません。64GB でだいたいね、やっぱりいろいろアプリとか入ってるので使える容量がだいたいね 15GB ぐらい、この中に収めないといけないので、またパンパンにしたら今度編集したものを書き出すものが容量もないといけないので、やっぱ容量の問題というのがちょっと一つネックです。ただ、まあ、4K であっても、まあ、10GB いくことはあんまりないので、よっぽど長回しとか大きいサイズじゃないとないと思いますので、まあまああれば大丈夫かなって感じでございます。はい、まあざっと以上のことが、まあ、iPhone で編集する場合の、まあ、デメリットですよね。このいいところと悪いところを天秤にかけて、あなたのカメラライフどっちの方がいいかですよね。僕の場合はやっぱりなかなかパソコンに向かい合う時間がないというのと、いいスペックの高スペックのパソコンを買う予算がないというところから、この iPhone でルマフュージョンで編集するというのが今僕の中でベストでございます。これね、その人によって違うので、レベルアップするにはやっぱり PC でダヴィンチリゾルブでがっつり編集した方がいい、それはもちろん分かってます。だけどもやっぱそこ、そういうのができない環境にいる人もいっぱいいるので、そういう人なんかはまずこうやって iPhone で編集してみて、動画というものに興味を持って、この動画編集してね、楽しさ、動画の楽しさっていうのをやっぱり体感していく、そして中で自分に合ったものを選択していけばいいんじゃないかなと思っています。はい、ということで今日はですね、 iPhone で動画編集をするね、いいところと悪いところをお話ししていきました。この動画が参考になればね、皆さん高評価よろしくお願いいたします。ということはね、ということはまあお家にいてもいろんなことができますので、いよいよやってみましょう。さあ皆さんね、この緊急事態乗り越えていきましょう。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。